はい、どうもこんにちは、タケです。今日もトリクルやっていきたいと思います。今日はね、5月1日でスゴヘス来てます。で、今日はスゴヘス引いていきたいんですけど、まあ、新しいスゴヘスで新キャラ追加ということでね、フェス面でバルトロメオボイス付き来てますよ。欲しいですね。まあ他にもね、ね、いろいろ追加になってるんですよ。で、私ね、もうほとんど持ってないキャラが多いんで、最近の新キャラも全然持ってないんでね、今日はまあ引いていきますけど、実はね、今日で私ログイン200日目になったんですよ。それで虹の宝石が10個追加されるようですんで、はい、いただきましょう。66個になりました、全部で。まあ、こっちのね、インペルダウン 大脱獄キャンペーンも、まあ、密かにね、やってて、これもいただいておきましょう。で、もうすぐね、トリクル2周年の大きなイベント来ると思うんですよ。その時のためにね、私は虹の宝石を残しておきたいんです。なんで今日は3回引きたいと思います。で、この後ね、私が集会したかったバーソルメクマ、暴君クマですか、あれの決戦も来るんで、そこでも虹をね、虹の宝石使って集会したいんで、撮っておきたいんです。私最近ね、トリクルの動画あんまり撮れてないんですけど、しっかりトリクルはやってます。この間ね、決戦ピーカも30体集めたり、あとは今ね、カルガモ舞台でマルコの必殺本とゴールデンパウンド、ウソップのゴールデンパウンドの必殺本を集めたりしてました。はい、ということで前置きはいいんで、やりましょうか。赤い髪来ないかな、今日も。まあね、あのコラソンも欲しいですし、バルトロメオも欲しいですとは言いつつ、まあ、赤い髪が来てくれたら何でも嬉しいです。もうレイリンも欲しいし、コクイエスも欲しいし、いっぱい欲しいのはあるんですが、今日は3回でやめたいと思います。では1回目いきましょうか。はい、サマス行きましょう。ルフィお願いします。ルフィ来い、頼む。よーし、俺らしいぞ、これは俺らしい。うん、よし、ヒルルクだ。俺らしいな。あと2回やりたいと思います。よし、来いよ。どうだ、あー、金だ金だ、新キャラ新キャラ新キャラ、頼む。よっ、サニー号、夢の船にできる船長はおめえだけだ。これは嬉しい。力属性のね、あ、力属性ですけど、即属性の攻撃を一旦無効化するんです。これはね、使えますよ、絶対使えますよ、これ。しかも自由タイプ、私の好きな自由タイプ。いやー、嬉しいなー、フレンキー来た。じゃあ最後一回やっていきたいと思います。よし、新キャラ、そして赤い髪、頼む、来い。どうよ、よし、金だ金だ、持ってない持ってないまあかなりね、かなり前にね追加されたキットですけど、私持ってないんですよ、これ。これは嬉しい嬉しい嬉しい、やったはい、ということでね、今日は3回しか引きませんでしたけど、もちろん赤い髪なんか出ませんでしたけどもね。はい、まあ、ヒルルクはいいとして、どんなに激しい冒険にも耐えられる技術を俺は身につけるしね、あの新麦わらの一味ですから。そしてキット、まあ、これをね、嬉しいんです、持ってなかったから。まあね、私最近ね、本当にカルガモ舞台を回ったりとか、あとはもう決戦ピーカですね、本当カルガモ舞台は結構回ってます。そしてピーカは30体集めました。もうすぐね、必殺技レベルアップ2倍も来るんで、頑張りたいと思います。それから明日の決戦、暴君クマですね、ちょっと周回できるパーティーをね探りつつ
できればいっぱい集めたい。そしてね、もうスキルマ目指しやっていきたいと思います。はい、ということで今日はスモヘス3回弾いてみました。皆さんご視聴ありがとうございます。また見てくれたら嬉しいです。それではバイバイ。